わかりました。だから手を離してください。ありがとうございます。なんだ坊主、お前俺たちとやり合うって気かい？いい度胸じゃねえか。兄貴、手加減してやれよ。出ないと相手にならねえぜ。さあ、かかってきな、坊主。なんだなんだ、何の騒ぎだ一体。喧嘩だ喧嘩だ。早く片付けてずらからねえと。こんな攻撃を何度も受けていたらまずいな。このガキ、ちょろちょろぞ。くせ。その子を話してやれ。でないとこいつがどうなるか分かるな。くそ。兄貴すまねえ。あの野郎、俺が面倒見てやった恩を忘れやがって。クソったれ。王子を誘拐しようとしたのは貴様か。あの人は。兵の輩め、連行しろ。なんで、なんでロレンスがこんなところにいるんだ。
たまたま近くを通りかかったのです。そこで町の者に殿下の窮地を聞きました。まさかこのようなところにいらっしゃるわけがないと半信半疑でしたが。ベルナー殿下、勝手に王宮を出てはいけないと何度忠告すればよろしいのですか。違う、今日は野外授業だったのだ。殿下、フリッツ殿を困らせるのもいい加減になさい。ロレンスに嘘は通じんな。今日のことをセルゲイ国王陛下に報告いたします。待て、今後外出は控える。だから父上には黙っておいてくれ。控えるですか。いや、やめる。つもりだ。またこのような大事になっては困ります。外出されたいときはきちんと報告をされて護衛の者を従えるようにしてください。うん、わかった。だから、その、報告はしないでくれないか？いいえ、それはなりません。報告はいたします。ローレンス！貴公、なかなかの立ち回りであったな。すまぬが、成り行きを見守らせてもらった。私はロレンス・ランカスター、宮廷騎士団にて団長を務めているものだ。あ、俺はマイトと言います。ベルナー殿下を助けてもらったようだ。感謝する。いえ、とんでもない。感謝だなんて。剣術はどこで学んだ？あ、その訓練所です。ほう、どこの訓練所かな？あ、はい、そのスラーバです。スラーバ訓練所で。なるほど、スラーバか。あそこの剣術師範はなかなかの腕前と聞く。比例ながらその年でそれだけ達者に剣を使えるのも道理というわけだ。そんな達者だなんて。うん、筋がいい。騎士団に勧誘したいところだ。しかし、このようなところで何をしているのだ？貴公、訓練所での務めは良いのかな？それは、実は、俺、
いや、私は人を探しているのです。人？はい、その親しい友人なのですが、それでその、うん、それで何か手がかりはあるのか？いえ、それが全然。その者が行きそうな場所に心当たりなどはないのか？その、それが、彼はさらわれたんです。さらわれた？どういうことだ？はい、でもその…どうした？構わぬ、言ってみろ。ええ、その、実は…俺が見たのは、得体の知れない魔物みたいなやつでした。そいつがアドニスを…そうか。とりあえず宮廷へ来ないか。詐称ながらも傷を負っているではないか。手当てをした方が良いだろう。いえ、そんな、これ式の傷、大したことはありません。大丈夫です。ロレンスさんのお言葉は嬉しいですけど、やっぱり先を急ぎますから、失礼します。あれ、おい、大丈夫か？マイトとか言ったな。とにかく一緒に来るがいい。いえ、これくらいのこと。虚勢を張るな。見た目以上に傷が重いのだろう。そんな、俺、大丈夫ですから。なんだ、空腹で倒れたのか。あの頃はアドニスがいたんだ。ようやく落ち着いた様子だな。はい、うん、では来てもらえるか。国王陛下が謝辞を賜りたいとのことだ。え、陛下が？何を驚くことがある。貴公は王位継承者を救ったのだ。いわば救国の英雄であろう。陛下が直々にお言葉をかけてくださるのも当然のことだ。そんな、英雄だなんて。
気楽にするがよいぞ。世の前だからといってそうかしこまることはない。はい。ロレンスに話はすべて聞いておる。ベルナーの窮地を救ってくれたそうだな。礼を言うぞ。身に余るお言葉です。それでお主、話によると人を探しておるそうだな。はい。その私の親友を。ロレンスの話では魔物のような姿だということであったが、山中や辺境の地に出没する魔物どもとは違うのか。はい。あれは巨大な影のようなものでした。巨大な影か。新種の魔物であろうか。実はな、昨晩から今朝方にかけて近隣の町や村などで魔物に関する被害が多数報告されておるのだ。しかもそれまであまり魔物の被害のなかった土地でなのだ。先ほど被害のあった村に偵察に行ってまいりましたが、確かに森に住む魔物どもが増加しておりました。何らかの容易ならざる異変が起こっていることは間違いありません。それに加え新種の魔物の出現か。何やら不吉な予感がしてならぬ。マイトとか申したな。はい。聞いての通りだ。我々は魔物の急増した原因について探らねばならぬ。そこでだ、お主さえよければこのロレンスと行動を共にしてはどうか。え、ロレンスさんと。うん。一人でも多くの人手が欲しい時期だ。お主の腕前はロレンスの保証付きであるしな。それにもしかするとお主の目的にも役立つかもしれぬ。さらわれたと申す友人の手がかりがつかめるやもしれんぞ。そして手がかりさえつかめたら、あとはお主の好きにするがよい。ありがとうございます。精一杯お役に立てるよう頑張ります。気にすることはない。お主にはベルナーを助けてもらったのだからな。このぐらい当然のことだ。ロレンス、この者のことお主に託すぞ。は、陛下の御心のままに。うん、退席を許す。緊張した。さあ、部屋に案内しよう。今日はもう遅い。出発は明日になってからだ。はい。
ロレンス殿、マイトさん。そうだ、王子、マイトさんにお礼を。バカを抜かすな。なぜ僕がこんな輩に礼など言わねばならん。おいお前、いい気になるなよ。僕は感謝なんかしてないからな。お待ちください、ベルナー王子。すまぬな、マイト。非礼は私が詫びよう。あ、いえ、そんな、ロレンスさんのせいでは。おそらくは国王陛下のきつい叱責を受けられ、お気を害されておるのだろう。でもせっかく助けてあげたのに、なぜあんなことを言われなくちゃならないんだ。本来決して気性の曲がったお方ではないのだが、その少々甘やかされていてな。陛下もただ一人のお子ということで、多少のことは多めに見ておられておるし、もう少し大人になってくれればよいのだがな。ちょうど空いている部屋があったのでな。当面はここを使うとよい。はい、ありがとうございます。今宵はゆっくりと体を休めるがいい。明日から早速探索に出かける。頼りにしているぞ。今日はいろんなことがあったな。疲れた。だけど本当にアドニスを探し出すことができるだろうか。それにヘクターは、あいつやっぱり俺のことを追ってくるのかな。食事が済んだら昨日の打ち合わせ通り、各班それぞれ偵察に出てくれ。魔物の被害が多数あった場所だ。全員気を引き締めてかかれ。ブラッドレーの班はまだ戻っていないのか。そろそろ戻るはずだが。は、昨日南方の村へ偵察に出た班ですね。まだ何の連絡も入っておりません。おかしいな。
どうだ、昨夜はきちんと休めたか？はい、ありがとうございます。それでマイト、今日はどうする？私はこれから南方の村へ様子を見に行こうと思うのだが、共に来てみるか？いいんですか？ロレンスさんさえお邪魔でなければぜひ。よし、それでは食事が済み次第出ることにしよう。はい、今すぐに。やむを得ぬな。確かこの近くに町があったはずだ。そこで他の道を尋ねるとしよう。きちんと調べてみねばわからぬが、あの橋の崩落は何者かの仕業のように思えるのだ。そうですね、俺もそんな気がしました。やはり魔物の仕業なのだろうか。だい、あんたたち、こいつを買わねえか？健康で丈夫、よく働くぜ。安くしときますぜ、旦那。いかがですか？この国では人身売買は禁じられているはずだが。旦那、こいつはその人間じゃねえんですぜ。煮るのも焼くのも自由ってわけでさ。確かに獣人を売り買いしてはならぬとの法はない。だがそれが許されたわけでもないのだぞ。なんなら陛下に言上してお裁きを受けてみるか。陛下はことのほか弱者を迫害する者を嫌われるお方でな。穏便に行きましょうや。君、名前は？